はい、皆さんこんにちは、ロキです。今回もですね、ヤフオク仕入れのご紹介ということでご紹介したいと思います。今回仕入れましたのはこちらのレンズですね。キヤノンの 75-300mm4-5.6 3型 USM というちょっと古めのレンズになります。ただ古いんですけれどもね、まだ人気が非常に高いレンズですので、まあ、特にですね、初心者の方が扱うと利益を出しやすい商品になります。まあ、なぜかというとですね、相場に結構幅があるんですね。しかも、仕入れる資金としてはですね、だいたい 4,5,000円から1万円ぐらいという感じで、安めの金額なのに相場に開きがあるという商品ですので、ぜひ狙ってみてください。商品の状態はですね、外観はですね、比較的古いレンズにしては綺麗な方ですね。レンズ内もですね、まあ、若干ホコリと塵がある程度って感じですかね。まあ、非常に、まあ、クリアなんじゃないかなと思います。ちょっと動作を見てみましょうと。特に問題なさそうですね。まあ、古いレンズなんでね、結構ピント合うのが遅いかなと思って、まあ、今のレンズに比べたらそうですね、確かにちょっと遅いかもしれないですけどね、まあ、しょうがないですね、これは。ちょっとですね、ちょっと異音がしますね。普通にですね、ちょっとね、何か中で引っかかってる感じですね。ジャリ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 と音がします。これはですね、まあ、特にこれ手ブレ補正ついてるわけじゃないですし、まあ、手ブレ補正でね、結構音がしたりっていうのはあるんですよ。独特の手ブレ補正の聞かせる時の音っていうのが、それぞれのレンズにあるんですけれども、そういった類の音ではないですね。ちょっと、金属の何かが引っかかっているようなジリ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 とした音なので、しかも不規則で、ちょっとね、規則性がない音なんで、これはちょっと異音ってやつですね。聞こえるかな。このチャキチャキ、これです、これです。聞こえました？これがね、異音ってやつですね。これはちょっと NG ですね。ちょっと残念ですね。状態が良くてですね、まあ、仕入れ金額も安く仕入れられたんで、まあ、4,000円ぐらいで仕入れたんですけど、まあ、それで1万円ぐらいで売ろうかななんて思ってたんですけど、まあ、ちょっと異音がするんで、まあ、ちょっと予定よりも若干値段が下がってしまう可能性が高いですね。まあ、そしてこれちょっとね、出品者の方に問い合わせてみたいと思います。まあ、異音のことは全く書かれてなかったので、ちょっと問い合わせてどういう対応してもらうかという感じですね。まあ、今回はですね、まあ、私ちょっといつもこう動画を撮るときって動作チェックをするのがね、2回やるのめんどくさいんで、動画撮る際にも動作チェックしてるときっていうのは1回目で動作チェックをここでやってるんですけれども、ちょっとハプニングが起きましたね放送事故といいますか、まあ、こういうときもあるんだなって感じですね。
まあ、やっぱりこういう古いレンズになってくると、まあ、こういうちょっとトラブルっていうのは起きやすくなりますので、チェックもね、新しめのレンズとかカメラのような甘さではなくて、細かいシーンに、合わせてちょっと状態をチェックするといいますか、シャッターをただ切るだけじゃなくてズームもやっぱりこう回してみながら切ったりとかですね、ちょっと近場を撮ってみたり遠くを撮ってみたりして、オートフォーカスでねあえてこう動かさせて撮ってみるとイオンっていうのに結構気づいたりするので、そんな感じでちょっと動作チェックをしてみてください。はい、まあ、今回はですね、やりましたっていう動画よりはちょっとハプニング動画みたいな感じになっちゃいましたけれども、まあちょっと参考にねしていただければなと思います。はい、じゃあちょっと長くなりそうなんで今回はこれで動画を終わりにしたいと思います。私の方で無料のメルマガを始めております。動画の説明欄にですねメルマガ登録の URL 貼っておりますので、そちらからご登録よろしくお願いします。今ですとヤフオクのリサーチから落札までの動画と簡単操作で仕入れ資金を増やす動画という2本の動画をプレゼントしております。何か質問等あればですねメルマガにご登録いただいて、そこから質問いただければこうして YouTube とかですね直接メールをお返しするという感じで対応させていただきますので、よろしくお願いします。あとチャンネル登録いただきますと、私ほぼ毎日こうやって動画を上げてるんですけれども、新着の動画漏れなく見ていただけますので、チャンネル登録もお忘れなくお願いします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。